さんまが7日フジテレビ系「さんまのまんま初回 SP」に出演かつて同番組に女優広末涼子が登場した際当時再婚したばかりの夫でアーティストキャンドル淳史をめぐる NG 事項があったことを明かしたさんまはこの日本田麻ン、美優咲希の3姉妹と恋愛ネタなどについてトーク その中で、広末もここ、同番組、では旦那さんの、と切り出した。そして、広末出演時に、困ったことがあって。結婚したばかりにな。夫のことなどを、ちょっと聞きたいやんか、こっちは、と続けた。しかし、さ馬によると番組本番前、広末が、すいませんが、キャンドル・ジュンさんの話し話で、と言ってきたという。 さんまは結婚した当初やででも結婚したから夫のことを聞かなしゃあないやんかでもキャンドルジュン、言うたらあかんから俺ろうそく太郎がって言うて後からむちゃくちゃ怒られてと振り返りスタジオは笑いに包まれた広末は10年キャンドル氏と再婚先月7日人気シェフとば周作氏とのダブル不倫が報じられた 同14日不倫報道を認め所属事務所から無期限謹慎処分となったキャンドル氏は同18日に会見して心境を話すなど騒動が長引いている以下はネチズンのコメントをまとめたものですプライベートのことをねほりはほり聞きすぎることはないと思うけど結婚を公表していてそのことについて全く触れるな というののはは不自然だし違うのではないかというかそれなら芸能人をやめれば良いのに、と思う。上岡龍太郎さんは毒舌だが、ノックは無用、でゲストを立てながら笑いを取っていた。しかし、さんまさんは田村恵里子さんなどゲストを泣かせても笑いを取る。司会にもいろいろある。経済学の人との話が面白かった。 さんまちゃんの葬式に大根おろし持ってくとか爆笑おバカタレントより頭の回転速い人同士の会話の方が圧倒的に聞いてて楽しい収録した時には何もなかったかもしれないけど放送タイミングが悪すぎましたね本田さん姉妹の笑わない複雑な表情が痛々しかったな ジュンドル順の話をなしでと言ったのは社会的にかなりグレーな存在だったからじゃないのあのタトゥーはどう見ても一般人じゃないぞキャンドル氏は芸能とプライベートを分けてもらうよう広末さんにお願いしていただけでしょしかしロうソク太郎は笑ったすべてを笑いに変えることができる天才すごいこう言ったのって 本当面白くなな。いし老害だよな子供の運動会リレーで逆方向に走ったエピソードとか聞くけどバカだよ。そんなところで笑いなんていらねえんだよ。こいつが出てる番組は見ないようにしてる。